るパパ。5分に1回も、うん、今日は葛西臨海水族館できました。鳥たち入れないからお留守番だったね今日ね。水族園なの？水族館じゃないの？鳥たちにお土産。ヨジちゃん、お母さんたちさ、水族館行ってきたの。ごめんね、お前たち連れてけなくてね。それでさ、新しい家族を連れてきたんだけどさ、どう？新しい家族、見る？はじめまして。はじめまして、お兄ちゃんお姉ちゃん。あれでもカーディちょっとお兄ちゃん現実逃避してるけど、パチパチ言ってるけどカーテンが。これね、動くんだって。これは何、名前何にする？これ、いくよ。ペンタペンタだって。ペンタ、ペンギンさ、超可愛くてさ、1羽連れて帰りたかったんだけどさ、そしたらパパがこれね、お迎えしてくれた。末っ子ペンタくん、どう？あずお姉ちゃんよろしくね。僕ブルブルなんだよ。ブルブルブル。ガンがだいぶ警戒してる。お兄ちゃんお姉ちゃん、お兄ちゃんお姉ちゃん、お兄ちゃんお兄ちゃん、ダメ僕。放置してみます。見つめ合ってますあの二人。フリーズした。静止画みたいになってる。シー君、ちょっとさ、レース大変なことになってるよこれ。パパに見せられないぐらい大変なことになってるシー君。頑張ってんのこれ、シー君。楽しいそれ。また静止画になってる、ペンタに。写真？家族写真みたいになってる。動いて。写真じゃないよ、二人とも。動いていいんだよ。うん。お、シエルが握手を求めてみた、ペンタに。うん。
拍手。しないの。僕ダメっぽいみたいな。ちょっと人気ね。その手平気？ペンタの手。うん。で赤ちゃんだからね。赤ちゃんお兄ちゃんって言って倒れたよ。ほら。ペンタ優しくして赤ちゃんだからね。シエル。結局怖えになってる。シエル大好きなタグちゃんを発見したのかと思いきや、ブルブルスイッチを発見。ラズちゃんブルブルスイッチだよ。それ引っ張るとブルブルってなるんだよ。